みんな気をつけろ。なんだ、背の高い人間。見た目は人間っぽいけど、なんだか違うような。ドド大魔王、クレイが会いに来たよ。新刊していいから。審判だな。そう、クレイを審判していいよ。おいおい、何言ってんだ。大方、言葉の意味をちゃんと理解していないのだろう。ねえ大魔王、どうして返事してくれないの。クレイが遅くて怒ったのかな。あのね、ごめんなさい。今度は謝ってる。クレイってば、何考えてるのかな。大魔王、クレイが来たのに何の反応もないね。人型のからくりのようだ。反応がないのを見るに、おそらく壊れているのだろう。前に見たことあるの。あくまで推測に過ぎないが、服装を見た限り稲妻から漂流したもののように見える。稲妻だって、すっごく遠いとこじゃないか。ああ、ここは独立した海域だ。どの国にも属していない。この海にとってこのからくりは異邦人と言えるな。しかし今の稲妻の現状でこういったことが起きるものなのだろうか。動くことのない異邦人、変だな。誰かがここまで持ってきたのかな。大魔王、動かないの。クレイ、大魔王は疲れているのかもしれない。そう、寝ちゃったんだ。クレイがなかなか来ないから待ちくたびれて居眠りしちゃったんだろう。きっと。そうだよクレイ、今はとりあえず他のところで遊ぼう。大魔王が起きたらまた戻ってこようね。本当？本当だよ、大丈夫だから。あ、クレイ気づいちゃった。これは本物の大魔王じゃない。本物の大魔王はまた別のどこかにいるんだ。そうだな。クレイ諦めないよ。待ってて大魔王、絶対見つけてみせるんだから。また走っていっちゃった。はあ、子供は元気だな。